ジエゴ・タルデッリこと、ジエゴ・タルデッリ・マルチンスは、ブラジル・サンタ・バルバラ・ドエステ出身のサッカー選手。カンピオナーとブラジレーロ・セリエ A ・アトレチコ・ミネーロ所属。元ブラジル代表。ポジションはフォワード。ジエゴ・タルデリと表記されることもある。サンパウロ FC のユース出身で2003年に、トップチームでデビュー。早くから才能を高く評価されていて、2005年の、 コパリベルタドーレスやワールドユースなどの舞台でゴールを挙げている。2005年12月、リーガースパニョーラのレアルベティスにレンタル移籍するも、無得点と結果を出せず、レンタル期間を切り上げられ、ブラジルの AD3 回ターノへ再レンタル移籍される。翌シーズンには、オランダの PSV、アイントホーフェンにレンタル移籍するが、 リーグ優勝するチームとは裏腹にここでも結果を出せずに終わる。その後、サンパウロに復帰するが、以前のような輝きを見せることができずに出場機会は限られていった。2008年1月、CER、フラメンゴに移籍するがここでもなかなか結果が出せず、同年8月に右腕に大怪我を負い長期の離脱を余儀なくされる。約4ヶ月間の治療。 リハビリの後に復帰するが、そこでもアピールに乏しい活躍しかできずわずか1年で、フラメンゴを退団する。2009年1月にアトレチコミネイロに移籍。ここで復活を果たし、アドリアーノと共に、全国選手権の得点王、19ゴールとなる。この活躍ぶりに、セレソンの監督のドゥンガはセレソンに初招集。また、ヨーロッパのクラブからも再び注目を浴びた。 2011年3月、ロシアプレミアリーグに所属する FC 安ジマハチからへ移籍。契約期間は4年で、移籍金は未公表ながらも750万ユーロと伝えられたが、リーグ戦では13試合出場の無得点に終わった。2015年1月17日、中国サッカースーパーリーグの3等路脳へ完全移籍することが発表された。移籍金は550万ユーロ。 2018年10月28日、上海上皇戦前の国家清少中に、下王向き顔を触っていたとして一試合の出場停止処分を受けた。2019年2月12日、クレミオフ・ブパに3年契約で移籍した。2020年2月12日、アトレチコ・ミネイロに復帰した。2014年10月11日に、北京で行われたスーペル・クラシコで、 ラスアメリカスのアルゼンチン戦で代表初ゴールを含む2ゴールを挙げた。国際 A マッチ10試合3得点。ありがとうございます。